現在高知県では高知光のフェスタと題して様々な場所でイルミネーションが行われております。各市町村工夫を凝らした特徴のあるイルミネーションばっかりです。ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。今回私は気になった2箇所をご紹介いたします。高知県に住みます芸人の淀屋満月です。ブヒッシュッシュッシュッということでございまして、今日はですね高知県江南市、安町、ヤシーパーク来ております。素敵なイルミネーションスポットということなんですけれども、街中の派手なのもいいんですけれども、ちょっとね海沿いに来て海のイルミネーションというのを皆さんに楽しんでいただきたいと思いますので、僕も初めて来るんでそんなに自信はないんですけど、ただ噂は聞いたもんですからじゃあ早速見に行きましょう。もうねこの辺りもいろいろとねイルミネーションこの辺ね普段道の駅の、産直市場とか観光協会とかがあるところなんですけど、綺麗にしていただいて、とりあえず行きましょう。ここは土佐黒潮鉄道安駅の真ん前です。行きましょう。さあこのもうすぐ向こう海ですんでね、ちょっと海の方にも行ってみたいと思います。ところどころかなっていう感じはするんですけども、なかなか海も近いし雰囲気はいいんではないでしょうか。ちゃんとね恋人たちのためにハートもあるんですよ。ズキュンズキュン。少し離れた場所から見るカップルのシルエットが素敵です。最大の理由はですね、大きなヤシの木があるんですけど、そこがきれいにライトアップされておりますので、ぜひお越しください。行ってください。こっち行きましょう。こっちです。これ、ほら。そしてですね、こちらメインストリートでございます。ヤシ、大きなヤシの木、これをですね、ライトアップされておりまして、ここを通って海の方へと行くというのも、おしゃれなもんでございますよ。はい。でかいね。ほら、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 すごい、すごい。僕は極端に背低いだけなんですけど、でもそれでもすごいです。向こうが海でございますんで、おしゃれですよ。はい。ぜひカップルで来られたら、おしゃれじゃないでしょうか。割とさっきから思った以上にカップルの方が通っておられまして、私邪魔しております。平日の夜にもかかわらず、多くのカップルがこのヤシの木の下を歩いていました。私一人でだいぶ邪魔しました。若者たちがいますね。あっち見たことでございましてですね、今日は海のイルミネーション、江南市安町ヤシーパークへとやってまいりました。海ですし、こうちょっとヤシの木がこうねライトアップされたりとかしておりますけれどもですね、静かな波の音を聞きながらこういう雰囲気のあるところに、来てはいかがでしょうか。割と静かにゆっくりと穏やかに、そしてカップルで来たらまったりと過ごせると思いますので、ぜひお越しくださいませ。またですね、派手なイルミネーションが見たいという方はこちらもどうぞ。
打って変わって高知市中央公園にやってまいりました。いやー派手ですね。この日はイベントの前日とあってたくさんのテントが出ておりましたが、普段はテントは出ておりません。ちなみに私は愛犬ミルクと一緒にこの光の中を散歩いたしました。ミルクは光の中で非常に楽しそうです。仕事中なんですけれどね。この日も平日の夜にもかかわらず、たくさんの人がこのイルミネーションを見にやってきてました。でもだいぶ寄ってる人おったな。さすが四国高知。そして中央公園入り口にあるシンボルツリーは高さ約17メートルです。私はひたすら愛犬ミルクと散歩中です。なんか喋らんとね。いやでもミルクが喜んで歩くから楽しくなってきて、僕も何も言わずに歩いてました。ほんま光の道が綺麗やな。スタ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 とロマンチックな光の中をミルクと二人で歩きました。ぐるーっと一周してきましたよ。高知市中央公園でした。高知県光のフェスタ、現在開催中ですので、ぜひみんな遊びに来いやー。待っとるきねー。